ヴィセンテアランダ・エスケラは、スペイン・バルセロナ出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。五夜賞の監督賞には、計6度ノミネートされており、作品賞には1度ノミネートされている。脚色賞に4度、脚本賞に1度、ドキュメンタリー賞に1度ノミネートされている。カンヌ国際映画祭では、パルムドールに1度ノミネートされており、ベルリン国際映画祭では、 金熊賞に二度ノミネートされている。1988年にはスペイン映画国民賞を受賞。国際的な成功を収めた映画として、1991年のフィルムノワール映画、アマンテス、愛人がある。当初はテレビドラマとして計画されたため、出演者、スタッフともに少人数であり、屋外ロケも少なかった。アランダ作品の常連であるビクトリア・アブリル・ヤマリベル。 ベルドゥ、ホルヘ・サンスなどが出演している。この映画は、ゴヤ賞で、作品賞や、監督賞を、ベルリン国際映画祭ではアブリルが、主演女優賞を、フランドル国際映画祭では、ベルドゥが特別な視点賞を受賞している。この映画は、アランダ最高の作品とされており、スペイン映画の古典となった。また、この映画から、アランダの評価が高まった。アランダ家は、 貧しい大家族であり、ビセンテが生まれる20年前に、アラゴン地方から、カタルーニャ地方のバルセロナに移住していた。ビセンテ・アランダは1926年11月9日に、バルセロナに生まれた。父親は、旅の多いカメラマンであり、アランダが7歳の時に亡くなった。幼少期の1930年代後半には、スペイン内戦が勃発し、アランダ家は敗れた。 共和派に語入れしていた。内戦初期、一家は母親の故郷であるアラゴン地方のペニャルワに疎開したが、この村はアラゴン戦線に近く悲惨な状況であり、内戦が終結していない1938年にバルセロナに戻った。内戦終結後には多くの時間を地元の映画館で過ごした。母親はアランダが映画館に入り浸るのを心よく思わず、 彼が帰宅するなり、当時の映画に使用されていた消毒剤の匂いを嗅いだ。アランダは義務教育を終えることはなく、13歳の時には家計を支えるために働き始めた。地元の町で様々な職に就き、1952年には兄のパルミロと共に南米のベネズエラに向かった。ベネズエラへの移住は経済的、政治的理由による。ベネズエラでは、 アメリカの海運業者の貨物技術者として働き、やがて NCR コーポレーションで指揮を取った。ベネズエラ移住から7年後の1959年にスペインに戻って結婚した。アランダは小説家になることを望んだが、小説家としては目が出なかった。カタルーニャの著名な文化人と出会い、映画制作の道に進むよう励まされた。 高校を卒業していなかったために、マドリードの国立映画学校への入学を許されなかったが、地元のバルセロナで完全に独学によって、長編映画制作の方法を学んだ。アランダは、バルセロナ映画学校の創設メンバーの一人である。40代に近づいた1966年には、初めて長編映画、ファタ、モルガーナ・ファータ・モルガナが公開された。 60代となっていた1988年には、エルリュートで初めて、五夜賞の監督賞にノミネートされ、60代半ばの1991年には、アマンテス、愛人で、五夜賞監督賞や作品賞を受賞した。同時に、国際的な名声も得て、1980年代末から2000年代前半までは、充実した時期を過ごした。 映画監督デビューは遅かったが、デビューの後の40年以上の監督生活で27本の長編映画を制作した。1980年代半ばから映画編集をしていた30歳年下のテレサ・フォントと結婚し、二人の娘を設けた。ありがとうございます。